はい、どうもこんにちは、こんばんは、テッドです。よろしくお願いいたします。それでは黄金の太陽を続きやっていきましょう。前回このドラゴン2人倒したらまさかのカーストとアガティオちょっと名前が怪しいけど、アガティオみたいな感じの名前の2人がまさか出てきて、マーズをもらったので先に進みたいと思います。まずこれか。何？どうなる？うわ、マグマになった。これはなんだろう、脱出？あれ、なんか青の雰囲気から赤の雰囲気に変わりましたね。まず灯台っぽくなってきた。ターで持った方が早いかな。ちょっとリターンで最初のとこ戻ってきました。多分ここだよね。あれ、これ火ついてなかったよね、確か。バーヤー、なんかある、なんかちらっと見えたぞ。あ、違った普通の壁だった。さあ進んでいきましょう。なるほど、ここに出れるのか。でだよ、で、でどうすればいいんだ。あっちからファイヤーしてみないもんな。マグマになったところで行けるところか。ここがなんか変わったりするかな。星を心して聞け、天空との四つの魂に命の火を灯せる。ドラゴンの力に火を支配したい。あ、入れるんだ。おお、お、上に出た。上はまだ吹雪いてて、うわ、なんか気持ち悪い背景がうねうねしてる。え、あー、バーストで進むのか。どっちだろう。なんとなく右。うわ、どうだろう、正解かな。それ火ついてないもんね。それに火つけなきゃいけないから、多分こっちは外れ、こっち何もいけないもん、外れっぽい。じゃあ左だ。
で火つけてくるの。オーケで先に進めるということでございますね。OK。おお、パイプか。おすげえ、炎のパイプだ。炎のパイプを初めて見るな。動かしといて、ここから行って、それ動かして、OK。で、あ、上か。OK。で、俺はどこに向かおうとしてるんだろう、今。それがわかんない。え？おえ？ここに出たよ。あ、で、これでいいのか。え？こうすることで、あ、なるほどなるほど、そこ行けるようになったんだ。そっちだね。右上が通れるようになったんだ。オッケー、よーし、お、来た来た、上来た。これはプロミネンスいいのかな。よーし、右下クリア。お、火がついた。よし、そしたらじゃあ右上行こう。さあ、ここはなんだ。どこだ。これもまた3アタックか。違った。じゃあこっち合ってる。じゃあこっちも開けてみる。開けなければよかった。そう、ちょっとまた選択肢でございますか。もう分かんないもんね。でも見た感じ、どれが正解でどれが不正解なんで。とりあえず開けてみよう。わあ、これのダメか。え、端っこだけかな。向こうの向こうの端っこだけだった。あっち。じゃあ左先行きますか。正解だな。じゃあ右の空いてる、もともと空いてたとこ行こう。
あーなるほど、これ動かしてないといけないわけだ。じゃあ右で、右じゃないわ、左だって。これを先移動させて、キャリー。まあこれは簡単だね。でもこれさ、思ったんだけど、開かれしと失われしがあるわけで、両方やってないとこれ分かんないよね。失われしを先にやった人は多分これは分かんないぞ。オッケー、どうやっていくのこれ。え、どうやっていくのこれ。その四角は何だ、何をするんだ、そこ、ここなんかするんだな。あ、分かった、サンドだ。わあ、あったー、なるほどね。ちょっと砂っぽくなかったけど分かった。はい、というわけで、今右の2つを攻略しました。あとね、左の2つ攻略すればおそらく進めると思いますので、今回はこの辺で終わりたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。バイバーイ。ご視聴ありがとうございました。ぜひ評価コメントよろしくお願いいたします。もし動画を気に入ってくれた方は、右上の画像からチャンネル登録をよろしくお願いいたします。この動画の続きが見たい人は、画面右下の再生リストから見ることができます。では次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。